経済重視を訴える安倍総裁、今日は IT 企業の経営者らと意見交換し、次の選挙までにネット選挙の解禁を目指す考えを明らかにしました。私は次の選挙までにですね、ネット選挙は解禁すべきだと思っています。投票率の上昇にもつながっていくと思います。ネット選挙活動ですねの解禁というのは、まあ、もう時代のニーズでありますし、実現できるんではないかなということで、大変心強く思っています。 IT 企業を中心とする経済団体新経済連盟は、これまでも選挙運動でインターネットを活用できるネット選挙の解禁を求めてきました。安倍総裁が次の選挙までにと踏み込んだことで、実現に向けて大きく前進した形となりました。一方、安倍総裁は IT は新しい成長分野になっていくとして、今後も意見を聞き成長戦略に反映させる考えを示しました。